笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？ご存知ですか？ご存知ですか？ご存知ですか？元気ですね。ご存知ですか？いい感じですね。適正な馬体重です。先日の話なのですが、まずまずでしょうか？いい感じですね。今週はレースがあります。適正な馬体重です。嬉しそうですね。2番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。新年の門出を祝いたい名物重賞です。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。さあ何が行くのか。大方の予想通りビッグプラネットが先頭に立ちました。それからグレートジャーニー、
内を通ってスルスルとニューベリーが上がっていきました。9番シルクフェイマス、そして外からは12番俺は待ってるぜウィンクリューガーが、その後ろ8番アルビレオ、そのうちに4番エイシンドーガー、その後ろ5馬身くらいあって11番キネティクス、それからもう一頭7番チアフルスマイル、型のデザインその後ろでやりましょうか。3番ディアデロノピア、流れるようにレースが第4コーナーから直線に入ってまいります。型のデザイン直線伸びてくるのかどうか。先頭はニューベリー、内を通ってビッグプラネット、外から差を詰めてきている。型のデザイン内からはビッグプラネットが来ている。先頭柴原とニューベリー、3番手にアルビレオ、先頭は8番アルビレオ、ディアデラノビアが差を詰めてくる。1着アルビレオ、もっと鍛えて上を目指しましょう。一着8番レースを終えた馬が戻ってきました。ところで、ご存知ですか？元気ですね。いい感じですね。ご存知ですか？適正な馬体重です。今週はレースがあります。適正な馬体重です。嬉しそうですね。一番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。ごまかしの効かない中京2000メートルの舞台で各馬が飛躍を誓います。大混戦のハンデ戦、何が来るのかわからないレース、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。コスモオースティン、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。メジロマントルがかわしていきました。もう一頭2番浅草気になる、そしてその後ろから鶴丸よかみせ、11番エイシンドーガー、そしてそのうちにマチカネオーラ、1番トーカニカムカム、ほとんど馬体が合っています。外を通って7番ローデンクロイツ、
ちょっと離されまして、8番、エアシェイディ。その外、スーッと、フィヨルドクルーズが上がっていきました。オースミグラスワン。それから離されまして、肩のデザイン。もう一度、先頭から順番に。騒然としています。場内が騒然としています。赤い帽子、メジラマントルが先頭、鶴丸よかにて、先頭に立った旗のデザインは、内の方から差を詰めてくる。ここから届くのかどうか、ムチが飛んだ、芝山と、ローデンクロイツ、ローデンクロイツが、2番手、鶴丸よかにて、先頭、マチカネオーラ、懸命に追う、捉えた、かわした、ローデンクロイツ、鶴丸よかにせが差を詰めてくる、1着、7番、ローデンクロイツ、そして、鶴丸よかにせが粘って2着、もっと鍛えて上を目指しましょう。一着7番。レースを終えた馬が戻ってきました。ご存知ですか？ところで、先日の話なのですが、まずまずでしょうか。適正な馬体重です。ご存知ですか？期待が持てます。嬉しそうですね。ご存知ですか？適正な馬体重です。いい感じですね。今週はレースがあります。余裕の一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。ゲートが開いて飛び出した。11頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。9番エルカミーノが先手を取ります。内を通ってスルスルとボーイズウィンドが上がっていきました。11頭が第1コーナーに向かいます。一番外へ行った東証ナイトであります。その後ろでやりましょうか。6番アラタマインディ、メジロトンキニーズがそのうちにいます。エイシンニーザン、東海ワイルド、差が開いてブリットレーン、
この辺りちょっと離れている2番谷の江タニキー、そしてその後ろからファイアーゲーム、そして一番人気の型のデザイン、うまくいっているんではないでしょうか。前の方はごたごた、さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、旗のデザイン直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はボーイズウィンドが2馬身リード、先頭北村とボーイズウィンド、このまま粘れるかボーイズウィンド、先頭行くボーイズウィンド、ああもう一杯か、内から一頭東海ワイルド、東海ワイルド捉えるか捉えるか、東海ワイルド、旗のデザインが差を詰めてくる、旗のデザイン先頭内から一頭東海ワイルド一着、旗のデザイン確定しました。もっと鍛えて上を目指しましょう。